いかに効率よく使っていくのか、しっかりと議論をしていく。谷口修司の四日市向上委員会。皆さんこんにちは。四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、いよいよこの時期がやってきました。来年度の当初予算、四日市市どうなっているのか。こんな形で、まあ多分ね、今いろいろな地方議会では来年度のね予算案っていうのが示されて、まあこれを我々地方議員がこの2月3月の議会で審査審議をして、どうなんだっていうことをねしていく議会っていうのがそろそろどこも始まっていくんではないかと思います。まあこういったね大幅な資料とねにらめっこをして過ごしているではないかと思います。まあ私もねしっかり目を通しながら、思い当たるところにはこうやってね付箋もつけながら、まあ来年度予算についてです、いろいろ思いをね募らしております。全体的に四日市市として、まあどういった予算、何を中心に作っていくのか、まあそういったところをね見させていただいておりますので、今日は四日市市令和6年度来年度の予算案を全体像一足早くお伝えをしていけたらなと思っております。四日市来年度過去最大の予算を組んでいくっていうことなので、どんな内訳になっているのか少し紹介をしていきたいと思います。最後までどうぞお楽しみください。先日四日市市来年度予算案っていうのが示されたんですけど、市長の記者会見でも来年度ね予算 なんかね名前つけてたんですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、来年度予算過去最大、新たな未来に向けた元気都市創造予算と名付けられたそうです。まあちょっとね長くてもう一回言えって言われても私ちょっと言えないんですけど、今までも2年ぐらい前にね過去最大だっていう時もあったんですけど、それを上回る、まあ、来年度向けて、いろいろねやっていこうぜっていうことなんですけど、予算規模っていうのは一般会計、そして企業会計、さらには特別会計、そして財産区っていうのが合わさって、まあ、四日市は、作られていくんですけども、まあ、ざっとね内訳こんな感じ。一般会計1373億2000万円。そして特別会計877億9140万円。企業会計726億6700万。そして財産区5000万ということで、合計なんと2978億2840万円。まあこの中から多く市民の皆さんに直結してくるのは、一般会計1373億円が過去最大ということになっております。ということで、まずはですね歳入、いわゆるねお金入ってくる収入のところをですね少し見ていけたいと思います。歳入こんな感じの内訳になってます。じゃじゃん、これです。大きく見ていくと市税、まあ、これがね724億円、で続いてですね大きいのが国庫支出金ですかね、これが207億円、その他見ていくと、地方消費税交付金っていうのが88億円とかですね、こういった形で歳入が予算組まれております。まあ、ここでね一番見ていただきたいのは、まあ、この市税がね724億円ということで、四日市ね本当に大きな財源となっております。まあ、ここがかなり大きくいただいておりますので、安定的な財政運営ができているってことになっております。まあ、昨年はですねここが726億円でしたので 1.9 億円ほど減ってるんですけども、まあそれでもかなり安定した好調な市税収入をいただいているということから、まあこういった過去最大の予算もね組めるという形になっております。はい、続いてですね歳出、まあ、この1373億円、どういう風に使っていくのか、この内訳がこんな形になってます。民生費って言われる517億円、で続いてですね多いのが土木費とか総務費、まあ、そういった形で続いていくんですが、このね民生費ですよ517億円、まあ、歳出全体の 37.7% を占めている民生費、まあ、ここがですねいわゆる福祉であるとか、まあ、そういったところに充てられるお金になってきます。まあ、どうしてもここは少子高齢化とかねそういったことを考えると、まあ、この民生費っていうのは増えていくのはね仕方ないのかと思っております。ただね私が毎回ここ注意して見てるのが教育費です。教育費は 12.1% で166億円ってことなんですが、教育費にあたるところをもう少しねパーセンテージ増やしていけないのかなっていうのは私個人では思っております。教育っていうところにお金を出していくっていうのは将来担っていただく子たちへの投資にもなりますので、教育費っていうところもいかに割合をね増やしていくのか、お金を当てていくのか、しっかり議論もしていきたいなと思っております。この教育費166億円もあるやないかってね思われるかもしれないんですけど、実はこれね直接の教育費ももちろん入ってるんですけど、学校の大
規模改修とか、そもそもソフトよりもハードの事業のところが多く当てられてますので、まあもう少しね、この子どもたちに直接向けたソフト事業割合を増やしてお金を入れていく必要もあるんではないかと思います。もちろん学校をね、きれいに建て替えていこう、これは大事なことであるんですけども、それはそれとして教育的支出、これをねもう少し増やしていけないかなと思っております。こういうふうにね、円グラフで見ていくと、それぞれ歳入と歳出、お金をもらう、そしてお金を出していく、まあどういったところにねお金を当てていくのか、まあさらにはどういったところからお金をもらっているのか、まあそういったね全体像が少し見れるんではないかと思っております。もちろん資料としては過去のデータっていうのもありますので、過去のデータも見ていただきながら、年々四日市がどういった推移をしているのか見ていけたらと思います。ではまず予算の中の歳入、過去の推移ちょっと見ていきたいなと思っております。じゃじゃん、こんな感じになっております。平成26年から、まあ、令和6年来年度予算案の、まあ、推移となっております。平成26年では一般会計1079億円だったんですよ。これがなんと令和6年度最新の予算案では1373億円ですので、まあまあ300億ぐらい増えてるんですよ。まあこれだけでもかなり四日市がまあ財政的に安定してきているっていうのもね、見てわかるかと思います。市税であるとか国庫支出金であるとか地方交付税であるとか、それぞれわかるように推移がなってるんですけども、やっぱりねこの市税収入、これが大きく影響しているっていうのも見てわかるかと思います。まあ、平成26年の時には609億円だったこの市税収入が、やはりこの令和6年度予算案を見ると724億円まで上がってきておりますので、まあ、120億ぐらいですか、市税収入として増えておりますので、まあ、こういったところがまあ四日市のまあ安定した財政運営ができている要因かなと思っております。この要因っていうのはもちろん IT 関連企業っていうんですかね、半導体事業、この好調な大きな企業さんがあるっていうのも一つですし、まあ、さらにはコンビナート、まあ、こういったところを支えていただいている中小企業の皆さん、まあ、そういった方々がいただくおかげでこういった安定的な財政運営ができているんではないかと思います。私たちは歳入いただいた税金をですね、いかに効率よく使っていくのか、しっかりと議論をしていく必要があるんではないかと思います。ということで続いては歳出、要はお金を出していく方の過去の推移っていうのを見ていけたらと思います。じゃじゃん、これが過去からの歳出予算の推移となっております。平成26年1079億円、まあ、この内訳を見ていくとですね、どうしてもね民生費が多いっていうのは過去から同じかと思います。民生費もこの平成26年では365億円だったんですよ。365億円だった民生費がなんとこの直近令和6年度の予算案では、まあ、517億円と150億ぐらいかな増えておりますので、さまざまな要因はあろうかと思います。先ほど言った福祉もそうですけど、この民生費の中には子どもの、ね、医療費も入っておりますので、今でこそ高校、まあ、18歳まで入院も通院も無料にしてこうよ、しかも所得制限なし、窓口負担ゼロ、まあ、こういったことを事業として、まあ、取り組みとして進めておりますので、もちろん平成26年の時にはなかったので民生費が膨らんでいってるっていうのはある意味施策として充実してきているってことの一つかもしれませんので、民生費を充実しつつですね、教育費ですよ、なんと平成26年105億円だったんですよ。これが令和6年ではどれだけ上がっているのかなって見ると166億円、まあですので60億ぐらい上がってるじゃないかっていうことでね、お結構教育費お金使っとるなってね思っていただくかもしれないんですけど、ただここには学校の建て替えであったりだとか大規模改修を含んでおりますので、まあ実際どれだけ子どもへの投資としてですね、まあ教育費が行われているのか、しっかりとまた委員会であるとか、まあそういったところで確認もしていきたいなと思っております。ということで今日は四日市市の令和6年度予算案っていうのをですね、一足早く皆さんにお伝えをさせていただきました。まあこれから我々もこれを審議していきますので、最終日は3月25日になっておりますので、3月25日になればこの予算案もしっかり確定をして、新たに始まる事業とかね、拡充された事業、まあ、そういったところもですね、皆さんにお伝えもしていきたいなと思っておりますので、その辺もまたお楽しみにしていただければと思います。過去最大、これがねいかに皆さんにとってより良い予算にしていくのか、これがね我々の仕事だと思っておりますので、またお気づきなことございましたらどんどんコメントをいただけたらと思いますので、
よろしくお願いをいたします。ということで本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。